だ誕生日企画なんですから、あげてくださいよ。いやいやいや、そこはやっぱラジオとしてね、やっぱり盛り上がりたいなっていう。厳しいもん、この間特に一番目の前にいる桜井さんが厳しいもん。そうだよね、ちょっとペロッと脱ぐぐらいやらないとあげないかもしれない。やだよ、バカか。上着だったらいくらでも脱ぎますよ。本当に。嘘です。着て脱いで着て脱いでってやって。それだけでも俺だいぶ満足できるから。気持ち悪い。ただね、困ったらね、一回だけパスあり。お。その時は、俺がやるってことで。一回だけね。ひこぼし。おう。おう。お前のために一肌脱ぐぜ的なね。一回だけだからね。じゃあ、早速行っちゃおうかな。うわ、いいかな、織姫。織姫頼むぜ。オッケー。まずは、コムチャネーム。秒速クロックさんからいただきました。ありがとうございます。22歳ですね。うん、恋愛に疎い僕が、恋愛して、恋愛したくなるようなセリフを言ってほしいです。え、わかんないよ、そんなの。恋愛に疎い僕が、恋愛したくなるようなセリフを言ってほしいです。え、わかんない。私にも教えてほしいわ。え、うん、え、うん、これ、あ、いやいや、こういうの得意でしょ。恋愛に、全然セリフ恋愛したくなっちゃうな。台本が欲しい。キュン、ズキュン、ドキュン、みたいな。ね、舞台まで踏んでね、舞台女優としての名を欲しいままにしている今。こういうの得意でしょ。じゃあ、行っちゃおうかな。それでは、井口くん、3、2、1、9! ねえ、チューしてみよっか。果てはでーす。作家さん結婚もされてるので、これぐらいでは、びくともしないですよね。俺とプロデューサーの井口くんがもうに、ニヤニヤで上げてしまいましたけど、あー、うっかり上げちゃったー。ということで、夢叶いました？大きい。ちょっと。あれ、この曲。あ、ヒコロヒー。星に願いが叶った。しまった。これは全く盲点だった。やめてくれ。桜井さんの超恥ずかしい。超恥ずかしい。やめてくれ。待ってください、聞きたい。何やってる、うっさいわ。何やってるんだよ、バカ。私より全くなってる。おお、おお、はい、サプライズですよ。大きい、何これ。え、すごい大きい。開けてごらんよ。どうやって開けんの。さあ、まあ夏満喫でございますからね。夏満喫の果物といえば、そう、スイカでございます。はい。ちなみにこのスイカ1個6000円です。わお。マジです。え、持っていいんですか。え、持てないよこれ。お、すごい立派だね。大きくて重くて、おお。すごい。おめでとう。すごいよ。すごい、これみんなで後でスタジオでスイカ割りしましょう。いいんですか、織姫。スイカ割り？スタジオで。ちゃんと目隠ししてね、みんなで。面白そう。これぐらい夏満喫マジグッズをご用意してるから。ちゃんとガチでお願い叶えててね。オッケーです。次からは本気で行く。次から、さっきのカレージャムだったんだね。さあ行きましょうか。続いてはコムチャネーム、トッポジョージさんからいただきました。ありがとうございます。北海道の方、北海道の方ですよ。北海道。桜井部長、イカチ、コムチャッチャ。うん、こういう最近、暑すぎて元気が出ません。聞いてる？最近、暑すぎて元気が出ません。うん、涼しくなりたいので、渾身の稲川淳二さんをよろしくお願いします。うわ、もう、物まねしたいのかいよ、まあ、レパートリー増えちゃうんでしょうかね。さあ、準備もよろしいようなので、早速行ってみましょうか。それでは、井口くん、3、2、1、9。あのね、この間ね、私の後ろに、お母さんが立ってたわかんない、もう爪に血を叩いちゃった、やばーさあ、判定はおーあ、1個上がった。うわ、わかってないダメなのはわかってるあー、もういいよ。なんか、普通に面白い。あ、何の反省それ。ああ、ちょっと舞い上がってたね。もしかしたらそうだったかもしれないね。ああ、残念でした。ということで、じゃあ続きまして行きましょうかね。ああ、これないんだ。続いてのコムチャネ、あげないよ。この辺はガチで行きますからね。続いてのコムチャネはですね、とある現役のガチ兄さんからいただきました。はい、どういうことなんでしょうね。桜井さん、ゆきさん、コムチャッチャー、コムチャッチャー。僕は一度でいいから、うん、女性に爪切りをされたいのですが、なんだそれ。多分一生無理な気がしてるんです。なんで諦めたらそこで井口さんには、うん、爪切りのパチンという音を、そっと声に出して何回か言ってほしいです。その音に合わせて自分で爪を切りたいと思います。どうか七夕に免じて叶えて、どうか七夕に免じて叶えてください。彦星の願い叶えるよ、織姫お前。
お前、ガチ兄さんは、爪切り持って待ってんだよ、今、まだ。あ、呼ばれてるって。パチン、パチンって、そっと声に出して何回か言ってほしいんです。わかりましたね。いいですね、準備は。じゃあ、井口さん行きましょうか。3、2、1、9。行くよ。パチン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 。さあ、判定はいやー、マッチョンチです。3秒ありました。さすがですね。これだ、素晴らしい。これやつ夢叶えたね、また。あ、そう、あの、いちいちかけるのやめてもらえますか。星に願いが叶ったよ。叶うたびにかかった。いやいや、彦星の歌声聞こえるよ。さあ、続きましての夏マンキッズグッズはですね、海の魅力満載の写真集、海中散歩。すごい綺麗。はい。それちょっとね、ペラペラとめくっていただきますと、何か挟まってるんですよね。何か挟まってるのはですね、俺とですね、作家の黒田さんのダイビングライセンスです。早く一緒に潜ろう。若い頃の写真だよ。すごい。二人とも若すぎて、もう何が何だか分からない。相当恥ずかしいぞ。桜井さん、今の方が若いな。そうだよね。なんか年々若返ってるんでございますけども。黒田さんもどうしたんですか。早く一緒に海行って、どうしたんですかって、しょうがないだろ。大人になったんだよ、俺たちはよ。早くビキニ見せろよ、俺らにもよ。バカじゃないの。プライベートビキニをよ。7月11日に写真集が始まります。さあ、続きましての夢叶え太郎。DVD も出るよ。はい。埼玉県、コムチャネーム、麗華優さんからいただきました。ありがとうございます。熱い。コムチャッチャー。コムチャッチャー。やってほしいことは、桜井カメラマンによるアイドル井口優香撮影会です。やだ。こちらに伝わらなくても一向に構いません。ラジオだよ。それでは行ってみたいと思います。え、これどうしよう、これパスかな。3、でも、え、2、1、9。何したらいいの、何したらいいの、え、何したらいいの、これ。優香さん、今、もうちょっと下ベロって出してみようか。あ、いい、セクシーだね、セクシーだね。もうちょっと、もうちょっと。上見遣いで。上見遣いで。もっと出して、もっと出して。もっと、あ、いいね、いいね。そのままちょっと胸谷もギャッて、ギャッて寄せて。ギュッてやって。ギュッてやって。ギュッてやって。はいはい、もっとギュッてやって。あ、いいね、いいね、いいね。あ、いいね、いいね。いいね、いいね、いいね。私こんなの嫌だ。上一枚脱いでみようか。上を一枚脱いでみようか。ちょっと裸けさせてみようか。もうちょっと上の、多分。あ、いいですね。あ、いいですね。おしまい、おしまい。おしまいにしてよ、早く。はい。ありがとうございました。もう疲れた。さあ、判定は、ゼロ。いや、今のダメですね、もう本当にね。これは誘導ミスだよ。たださ、あの、マジで3枚ぐらい撮ったんで。やだ、あげないでください。やだよ、後ろ向いてる写真があるよ。これバンバン上げたいと思います。何これ、え、欲しかったのに。もうちょっとちゃんとね、脱いでくれたりとかね、ポロンとかやってくれたらもう、3つ分ぐらい上げたのよね。すごい。ただ脱げて、この番組は何なんですか。ラジオです。続きまして、夢、叶えたのか。うん、コムチャネーム、ウニレアさんからいただきました。うん、ありがとうございます。明日、英検の二次試験で、ある面接、明日、英検の二次試験である面接を迎える僕に、英語でエールをお願いします。ゆかさんはね、イングリッシュ得意なのでね。今日、秋野さんたちがゲストに出たその、素晴らしい流れですしね。まあ、ニューカレドニア仕込みのね。まあ、そこはフランス語ですけどね。そうですよ。まあ、気にしないで行ってみましょうかね。では、井口くん、夢叶えたのか。3、2、1、9。We can do it! さあ、判定はテレレレレレー、おー !3 秒ついに歌い出した。何それ、これで小麦色の肌は君のもの。いらない、いらない。さあ、肩出して。やだやだ、ぬるぬるにしてあげるから、もうびっくりするぐらい。腕でいい、腕でいい。ちょっとカテカしてあげるから、もう。やるよ、ね、ちょっと塗ってあげようか、これ。本当に塗るんですか。今俺ちょっと天然が、はい、やだほらゆかほらゆかゆかどうしたのゆか。やだ、桜井さんに腕触られた。ひでえ、ひどい。こんなに土曜日一緒にいるのに今更ちょっと触ってくらいで触られたってバカ。腕が見事ゲットですね。ありがとうございます。
すごいいい匂い。うん、いい。ちょっとココナッツ的な匂いがしますね。うん、夏の。スタジオの中、南国気味でございますけども。ハワイ行きたくなっちゃう。さあ、もうこれで3つ順調ですね。やったー。聞いてる満喫しすぎじゃね。いい匂いだよ。まだまだ夢いっぱい来てるから、じゃあ行ってみようか。続きましてのコムチャネームは、回答日。参加ありがとうございます。千葉県の方でございます。聞いてるかい？さくらさん、井口さん、こむちゃっちゃ。こむちゃっちゃ。井口さん、お誕生日おめでとうございます。ありがとうございます。僕が井口さんに叶えてほしいことですが、うん、ラップをぜひともやってほしいです。井口さんのラップは聞いていると、ついついテンションが上がるので、また聞きたいです。テーマは、織姫と彦星でお願いします。これこそパスの時が来たのかな？いや、ここはね、見せどころかもしれないよ。見せどころ？もう本当に私いいライムを刻んでほしい俺は。オッケーやったろ。オッケーじゃあ行ってみようか。DJ 口の、DJ 口の、ゆかラップ、織姫と彦星まで、3、2、1、9。あ、リズムないの？オッケー、俺の。聞いてくれよ。織姫と彦星がなんで出会ったの？わお！それはちょっと、わかんないよ。さあ、判定は？もうこれはもらえなくてしょうがないって。いや、残念だった。あのさ、ラップとかはいいの。井口優香のムーンでやればいいの。そういうんじゃないの。違うんですか？コムちゃんとカウントダウンはそうじゃないの。違う、音楽番組なんですけど。違うのよ。プロの人たちの音楽を紹介するんだから。あ、そうでしたね。ちょっとチョイスミスです。申し訳ございません、本当に。まだまだございますので。ラップは勉強しますね。だって、夏満喫グッズ欲しいか？欲しい！オッケー、行ってみようか。もっともっと。続きましてのコムちゃんメール。タカチャアブラゲドン石油王でございます。ありがとうございます。ジョイさんでございますね。川崎市の方です。部長ゆかちコムちゃっちゃ。コムちゃっちゃ。ゆかちお誕生日おめでとう。ありがとう。これからも芸人声優として頑張ってください。おーおーおーおい。で、そんなゆかちにやってほしいのはこれ。一番のツヤっぽい声で、あんかけチャーハン一つお願いと言ってほしほし。一番のツヤっぽい声で、あんかけチャーハン一つお願いと言ってほしほし。これはね、これはもう一番ツヤっぽいだよ。わ、うん、かってる？うん。ツヤっぽい。いっちゃんいい声。ツヤっぽい。うん。おー、大丈夫か大丈夫かそれ大丈夫かちょっと準備中。今チューニング中です。今チューニング合わせてるんで。コムチャ用にチューニング合わせてるんで。でもこれ、うん、さっきでちょっとムーになっちゃうから。どうしよう、これパス使った方がいいかな。いやー、どうだ。そろそろ、だってそろそろ桜井さんの声も聞きたい人いっぱいいると思うもんな。マジで？あんかけちゃう。でも、って言ってるよ。タクちゃん油揚げの石油。おめえじゃねえよって言ってるよ。ちげえよって。桜井さんにパス！マジで？ごめんね、タカちゃん油揚げの石油さん。女子のみんな。じゃあちょっと3、2、1、9って言ってもらっていい？ 3、2、1、9！ あんかけちゃん、一つ。お願い。マジ悪い。さあ、判定は、テロリロリローン。勉強になった。最後ちょっと言っちゃいましたけどね。さあ続きましてのグッズはですね、なんとジル・スチュワートのサングラスです。すごい。ちょっとかけてみて。かわいい。ジルのサングラスだぜ。ちょっとかけてみて。あれ、タモさん、タムゲット。こもったな声。似合わないな、サングラス。いや、いいよ。セレブみたい。なんかすげえ浮かれてていい。おー、やった。いい。小池さん、俺持って。いいよ、いいよ、いいよ、いいよ。やった。スイカ割りやろうぜ、それで。すごいだろ。やったー。もっとくださいよ。やっとなんか夏っぽくなってきた。そうそうそう。うん。本当にお金かかってるでしょ。すごい豪華。だって、ジル・スチュワートなんて。だぜ？私持ってないよ。嬉しい。これで大人の階段もったけどね、これね、もっとすごいのが実は次待ってんだよ。まだ待ってっから。やった。行ってみようか。汗止まんないんですけど。では続きましてのコムチャネームは、はい、竜王さんからいただきました。ありがとうございます。竜王さん、ありがとうございます。井口さん、桜井さん、コムチャッチャ。コムチャッチャ。井口さんが何でもお願いを叶えてくれるとのことで投稿させていただきました。でもやれることだけ。僕が井口さんに叶えてほしいお願いはズバリ。うん。井口さんが疲れているお兄ちゃんリスナーに向かって、可愛い妹でねぎらいのセリフを言ってくれますようにです。どうか願いを叶えてください。井口さんが疲れているお兄ちゃんリスナーに向かって可愛い妹でねぎらいのセリフを言ってくれますようにです。これ得意でしょ、これこそ。しょっちゅうやってるもんね。そんなことないよ。プライベートでもちょっとちょっと。やってないわ。やる機会ないから、やる機会ないから。うるさい、うるさい、うるさい。それでは、ゆかさん。もう、お前の中の可愛い妹をもう、総結集させて。月日。ものすごいサングラスかけてるけど、でかい。それでは行ってみましょう。井口くん。3、2、1、
9。お兄ちゃん、いつもお疲れ様。一生懸命頑張ってるのをゆかちゃんと見てるよ。無理はしないでね。お兄ちゃん大好き。あれ判定は？お兄ちゃん大好き。お兄ちゃんね、お兄ちゃん。桜井お兄ちゃん、高弘お兄ちゃん。えいっ。あーやだー、こういうのはセレブだよ。やったー、なんかもらえる。まあ最後ちょっとね、しょうがなかったんですけども。さあ来ましたよ。5つ目のプレゼントはビーチの主役間違いなし109今年一押しのビキニでございまーす。すごーい。これはですね、秘話がありまして、弊社じゃねえや、当番組のプロデューサーがですね、BLT を持ってですね、はい、ゆかさんのページを見せ、この子に似合う水着をとオーダーしてゲットしたものでございます。いやだ、気持ち悪い。しかも待って、この分厚いパッドは何なの。そのパッドを入れることによって、2カップぐらい上がるそうです。もう、だから、それ入れちゃうと、もう G とかになっちゃうんです、ゆかさんの場合は。やだ、もう、今なんだろう。やだ。ちょっと、つけてごらんよ。いや、バカじゃない。当てがって、ちょっと。すごい。でも私、正直に言うと、今日、七夕で叶えたい短冊に書きたいことが、胸が大きくなりたい。叶ったおめでとう。やったー。おー、ここでゴング。いやー。大きくなるのか。そう、2カップぐらい、2サイズぐらい上がっちゃうからね、本当に。ありがとうございます。いやー、あと、ちなみにまだバンバン来てたんでございますけども、ちょっとご紹介しますとですね、漬物さん、こもちゃネーム、漬物さんからいただきました。部長ゆかち、こもちゃちゃーん。ゆかち、誕生日おめでとうございます。ありがとうございます。早速、井口さんに叶えてほしいことですが、はい、エンディングまで水着姿で放送です。水着を見られなくてもいいんです。井口さんが自分の水着姿に恥ずかしがって声が高くなったりするのを耳で楽しみたいんですっていう、まあ結構なメールが来てますけどね。よかった。じゃあこの後着替えますんで。やだよ、やだやだ。上から着るんでしょうね、彼女は多分。服の上からこう。もうそんなの、全然なんかもう面白いことしかないじゃん。でもですね、プレゼントは、オールゲットなんですよ、実は。え、嘘！おめでとう、素晴らしい。どうだった？どの夢が難しかった？ラップ。不完全燃焼ですよ。不完全燃焼なんだ。もうお家帰って大反省会ですよ。ちょっと家で練習とか。ラップの勉強しますわ。やだ。すごい、でも嬉しい。はい、でも無事全部ゲット。そしてたくさんのメールありがとうございました。ありがとうございました。以上、こむちゃ的あんたの夢叶えたのかスペシャルでした。